皆さん、まいどまいど。はい、おばちゃんパンマね、もうカット終わって、これから巻くところね、薬は CMC の真ん中のやつ、なんだあれ ?N?H のハードじゃなくて、あのシスじゃなくて、その中間だね。一番売れてるとは言ってるね、その真ん中のやつがね、N がね。まあ悩んだら N だね。明らかにこれ、やばいなと思ったらシス使ってね、書か,かんねえ気がしたら、H? まあ強くかけたい時とかね。で、今回は9ミリロット準備してるね。珍しく9ミリだね。 長さがやや長めだからね。で、毛先中間部分ってのは結構強くかかっちゃうんだよね。こういうセルフカラーしてる人はね。それ折り込んで9ミリかな。これ毛染めしてなかったらどうかな。損傷が進んでなかったら8ミリかな。で髪の毛がちょっとしっかりしてて簡単にボリューム出そうだったら10ミリとかね。この何ミリで巻くかっていうのもさ、脳が記事とか理論じゃないんだよね。管に頼ってるとこ多いからね。まあ、こんなもんだろう、みたいなね。 感に頼ってる部分があるから説明できないんでね。もう何ミリで巻くかは経験積んで考えてくれと。で、パーマの、 かかる限度ってなるからね。ウェーブ効率って言っていいのかな。染めてない毛の場合ね、普通のー使ったら、おおよそ2.5倍ぐらいまでしかパーマってのはかからないからね。一番強いーを使っても2.5倍ぐらいしかかかんないんだよ。多少は一番強いーの方がかかるかもしんないけど、そんな多少だからな無視してね。で、その2.5倍っていうのは毛先とか中間が2.5倍じゃないんだよね。根元に関してだからね、あくまでも根元のかかり具合 ?9mm のロットをほら、手に取って、その内側の毛見るでしょ 結構細いよね。9mm のロットっていうのは。 パーマってその件にかかんないから、根元っつうのはどんな薬を使っても。昔のチリチリパーマみたいなのだったらかかるかもしった、あったかもしれないね、モノエタノルアミンが入ってさ、20分置いて20分置いて20分置きやね。これでもね、1.5倍ぐらいまでしかかかんないと思うよ。1.5倍だから、14ミリだから何色のロットだ太めの紫っぽいかかぐ具合だよね。普通はね、2.5倍だからね、ビッグロットになっちゃうよね。大体みんなビッグロットは好きだから、大体みんな持ってるよね。よほどのおばちゃんパーマの店じゃない限りね <laughs>。 おばあちゃん先生だったら持ってないかもしんないけど、普通のビューさんだったらね、あの23ミリ、黄色の上のオレンジっぽい色のロットか、その2本を9ミリと23ミリのビッグロット持ってきてよく見て、手で触って9ミリで肩甲網巻いてかけても、その23ミリのロットぐらいにしかかからないって、その23ミリのね、中心形を見て、しっかり覚えなさいってことだね。だからそれ以上はかかんないから、おまじないしたって、お祈りしたって蒸気ぶっかけだってかかんないからね。 逆にそれ以上かけようと思っていろんなことをやると毛が痛むんだよな。最近の美容師さんはその辺を考えてるかどうかね。自分は若い時はね、そういうのを疑問に思ってたけど、そこまで真剣に思ってなかったんだよ。疑問には思っていたけど、なんとなく流れてね、こんなぐらいの長さだったら12ミリで巻いたり、10ミリ、10ミリで巻いたりしてね、かかんだろうみたいな安直な考え。お客様もね、太目で巻くと喜ぶっていうそういう時代背景あってね、 我々より前のパーマっつうのは本当にもう細めで巻くようなパーマが多かったからね。で、うちのパーマの描き方見てね、これ結構いつも毎度毎度細めで巻いてんでしょこれ見てさ、チリチリになっちゃうんじゃねえのなんて思ってるようなね、美容師さん多いと思うけどね。放置時間ね、もう5分とか3分に短くしちゃえばね、チリチリになることはないよね。何回も言ってっけどね、うちが本当にもう10年15年かけてね、やってきたことをね、これ一回動画見ればね、何回も言ってっけどね、本当に。 明日からね、おばちゃんパーマの達人になれるかもしれないからね。なんなくてもいいから、別に。<laughs> う,ちうちがやるから。<laughs> はい、お疲れ様でした。